ワッキー貝山のファニーガチャのお時間でございます。このコーナーではガチャガチャカプセルトイの保有個数10万個たくさん持ってるよ、ガチャガチャの本を5冊たくさん書いてるよ、そんな私ワキワキワッキーワッキー貝山が女性やお子さん家族で楽しめるガチャガチャを毎週一種類紹介するコーナーでございます。はい、よろしくお願いします。紹介しますよ。もうやっぱあったかい服装でございますな、はい、秋深し。さあ今回はですね、どんなガチャガチャが出てくるんでしょうか。はい、お、ちっちゃめのカプセルが出てきましたね。開けられる、ね、難しいやつだぞね。そうそう、爪がね、今日はなんかちょっと爪長爪になってるから、はい、出てきたね。かわいい、かわいい、とんかつ来た。そうです、今日はね、はい、天童のとんかつ三塩さんからのリポートもありましたんで、はい、もう言っちゃいましたが、バンダイの、これガチャじゃなくてガシャっていうのね、ガシャ、バンダイのガシャポンのどんぶリングという、リングなんですか、これね、どんぶりにはねカツ丼が入っておりますけども、はい、はい、これねカツの部分だけ外せるんです。え、もしかして新米は生え抜きですかね、こいつね。それ取れる？あの、いっつもですとなんかこう丼自体がカプセルになったりするんですけど、はい、今回は、直径3センチぐらいのミニ丼の中に可愛らしいみちかちゃんが当たったのがとんかつ揚げぽよ。揚げぽよ。すごくいいね。すごい。ネギもついてるからカツだね。あ、三つ葉かな。ね、緑の部分はね、はい、あ、いいね。私の今日の緑のチームといい感じ。いい感じ。服も緑ですからね。で、このどんぶりんぐですけども、その他にですね、豚丼、うん、鉄火丼、天丼、そしてうな丼とありまして、やはりね、メインがこのカツ丼なんですよ。で、しかも今週はね、何回も言いますけど、とんかつ三塩屋さんからのリポートあるっていうんで、うん、私は逆に運試しと思いまして、一回だけやったらバシッと、カツ丼リングが当たるということで、ね、なんでさす、なんで当たったか聞いてくださいよ。なんで当たったの？神だからですよ。神だから、ね、落とさないでね。ちょっと動揺するのやめてくださいよね。紙じゃないですかね、ペーパーじゃなくてね、ゴッドの方ですから、はい、いやでも可愛らしいでしょ、なかなかやっぱミニチュア好きな人もそうですし、で今年はねバンダイがガシャポンを出してから40周年ということで、あのいろんなメーカーさんとねコラボしてね、いろんなリングを、まあ、指輪をね出してるということで、ぜひ皆さんもね、ドンブリングもそうですけど、今発売でもねいろんなもの、結構駄菓子屋さんとね、駄菓子メーカーさんとコラボしてることが多いんですが、まあ、そこら辺のリングなんかも出来がいいんでね、ぜひ皆さん回してみてください。はい、このバンダイドンブリングゲット難易度は星いくつですか？ゲット難易度は星1つです。もう有名メーカーさんですから、比較的どこに行ってもあります、結構大量に作ってますから、長尺で楽しめると思います。長尺か、はい、ということでぜひ皆さん回してみてくださいね、はい、いろんな丼を集めてみてください。ということで今週はですね、バンダイから出ております丼リングということで、ガシャガシャのガシャポンのを紹介させていただきました。このガシャガシャについてはですね、ワッキー貝山の YouTube チャンネルでも紹介しています。ぜひチャンネル登録いいねお願いいたします。では取り扱ってほしいガチャガチャ、ワッキーさんへのガチャガチャに関する質問を受け付けています。何でも OK ですから、ぜひよろしくお願いします。で最後にお知らせなんですが、マジフラファニーガチャのコーナーと JR 新庄駅がコラボしたファニーガチャステーションが現在新庄駅の隣接のユメリアの鉄道ギャラリーに設置中ということで、そこでゲットしたガチャガチャをね、黒カプセルなんですけれど、開けるとですね、オリジナルの各駅の名前が入ったダイキャスト製の看板、ミニブックを今ね、みちかちゃん開いてますけど、はい、これがね全部で20何種類かあるんですけどね、はい、1回400円で、このプレートにボールキーチェーンがついてまして、なかなかいいですよね、グッズとしても可愛らしいですよね。で僕が当たったのは堺田駅ということで、はい、あの宮城県から山形に入ってすぐの駅ね。で、あのこのミニブックには1917年11月開業というね、なんかこう豆知識なんかも載ってますので、はい、ぜひこのミニブック見るだけでもね、旅した気分になるんだな、うん、これはあの数量限定で販売中でございますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてあの我々2人の等身大パネルもですね、はい、
ガチャガチャ売ってますよみたいな形でね、はい、あの配置されてますんで、合わせてあの写真撮ってもらって、ハッシュタグでマジフレ山形でぜひ写真を投稿していただければと思います。はい、ワッキー会話のファニーガチャ、来週もお楽しみに。